しかしでもすごいことなんですけど、はい、まあ何なんだろうな、人によっては、まあ、それをまあするのは当たり前なんじゃないかなと思う人もいるかもしれないけど、はい、やっぱそのね、椅子座ってるじゃないですか、はい、例えば、まあ、ちょっと空いてたりとかしてね、はい、でまあたまにねやっぱ混雑しててあやっと座れたみたいな感じで椅子に電車の椅子座ってて、そしたらその時にね、まあ、ちょっと年を召してる方、おじいさんだったりおばあさんだったり入ってきた時とかに、やっぱりその旗から見ていて、自分が見ていて席を譲ってらっしゃる方とか見るとすごい心がほっこりしますね。で僕自身もやっぱそういう風にそういう方がね電車に乗って乗車してきたりするとやっぱその譲りたいなってなるし、そういう風になんかちょっとしたねちっちゃなことでもいいからそういう風に気遣えることってすごい大事なんだなって改めて感じたりするし、それをなんか客観的に見ていたりするとすごい優しい方だなって、そういうちっちゃな心遣いっていうのがね意外とできない人とかもいたりするから、すごいな、そういうのってほっこりするなって思います。なんか僕は、はい、最近といいますかやっぱりその仕事を出始めたりとかするときに家から出るときにその、まあ、近隣の方だったりとかのおばちゃんとかがこうやっぱ面識ないわけですよ。面識あまりないんですけど、事故多発地点が続きます、注意してください、一言を言われるすんごいね、こう明るくなりますし、なんていうんだろう、そういうなんていうんだろうな、そのおばちゃんならではって言いますか、そういうなんか行ってらっしゃいの一言をこう他の方から言われるとすごいなんていうんだろう、心温まると言いますか、分かるよ、すごい頑張ろうっていう一日になったんで、なんかそういうのにすごい僕はなんていうんだろう、温まったし、なんか励みになったというか、こういうなんていうんだろう、些細な一言っていうこう人をこんなにもこう元気づけると言いますか、なんか活力につながるんだなと思って、なんかすごい、いいとこ、いい環境に生まれてきたなというか、いいとこに住んでるなって感じた、分かる分かる、はい、一日ありましたけど、ちっちゃなことがすごい大きかったりするからね。そうそうそう、なかなかやっぱさ、普段はやっぱりその知らない、まあ、女性の方、男性の方にしろ若い人とかもさ、お兄さんサラリーマンかなとかも、会っても、すれ違っても不問だったりとか多いし、まあそうやな、だからやっぱりそう警戒じゃないけどしちゃうんですけど、そういうところやっぱおばちゃんとか気さくに話しかけてくれて、頑張ってきてとか頑張ってほしいっていうやっぱ言ってくれる、しかもおよそ300m 先斜め左方向です、言ってくれるっていうのはすごく嬉しいことです。そうやね、やっとありましたけど、はい、そんな中ですね、はい、ついに来ましたこの時間、お、もしかして、次僕が紹介する方なんですけど、ダンスを習い始めて間もない頃にね、よく聴いていた